どうもこんにちは。もう夜はですね、寒いというところも多いんじゃないでしょうか。今回はですね、キャンプでの暖房について考えてみたいなと思います。底冷え解消系、回路系、寝具系、火器系、電熱系、この5種類に分けて紹介していきます。キャンプの夜っていうのはですね、寒いと眠れませんし、眠れないと疲れてしまうので、冬の暖房選びのですね、参考にしていただけると嬉しいです。まずは底冷え解消系。寒い夜に寝ようとした時に感じる底冷え。いくら暖かい寝袋を使っていたとしても、背面から来る底冷えは結構こたえます。ここではですね、底冷えを解消できるものを4つご紹介します。銀マット。銀マットは地面からの冷気をシャットアウトしてくれる上に、ホームセンターなどで安く入手することができます。なるべく厚みがあるものを使うと、使わない時と比べてですね、全く地面からの冷たさを感じないと思います。難点としてはですね、かさばるものが多いので運搬が面倒、そして使用していると銀部分が剥がれてくるので、あまり長持ちはしません。コット。コットも地面から離れているので底冷えは解消してくれるんですが、そのままで寝るとちょっと厳しいです。コットの上にマットなどを敷かないと、やはり背面に冷気を感じます。コットに毛布やインフレーターマットを敷くなどして対策すればですね、暖かく眠ることができます。コットを使うとですね、下に荷物スペースができたりとかするので、テント内を広く使えます。なので個人的には毎回コットを使ってます。ホットカーペット。これはね、僕使ったことないんですけども、ホットカーペットという手もあります。使用ワット数がですね、500ワット程度と比較的大きな電気を使うので、ほぼ電源サイトでしか使えませんが、ホットカーペットで床を暖かくしてしまうというのも手です。足元を暖かくするだけで体感温度っていうのはね、全く変わってきます。後で紹介する電気毛布はですね、ポータブル電源で動かせるものが多いんですが、このホットカーペットに関してはですね、使えたとしても容量的に長時間持たないものが多いので、難点としては電源サイトでしか使えないというところじゃないかなと思います。こたつ。年末年始のキャンプで使ったことのあるこたつ。難点はですね、荷物になることなんですが、電源を切っていてもある程度暖かいです。先ほどの銀マットと合わせて使うと底冷えもしないし快適です。こちらは350ワット程度なので、ポータブル電源でも使えるものは多いと思いますが、大型のものでないと長時間使うのは難しいです。ですので電源を入れて使うのであれば、電源サイトを利用するのが良いと思います。電源は使わずにですね、中に湯たんぽを入れてこたつキャンプを楽しむ方も多いみたいです。電源とかバッテリーの問題もあったりするので、現実的なのは湯たんぽを使う方かもしれません。回路系。定番の北海道を使って暖を取るという方法は一番手っ取り早いと思います。これだけで夜を越せるかとなると難しいですけども、起きている間に使えばですね、暖かく過ごせるので持っておくと便利です。北海道、白金回路、 USB 回路。北海道にも定番のもんだりするタイプの使い捨て北海道もあれば、白金回路のように酸化熱を利用した何度も使えるもの、充電式のものなどいろいろなものがあります。白金回路はですね、以前使わせてもらったんですが、十分手元を暖かくしてくれる感じで、これはこれで良かったです。ただ回路系っていうのはですね、あくまで補助的なものになるので、これだけに暖を頼るのはですね、厳しいかなと思います。湯たんぽ。冬キャンプで人気が高いのが湯たんぽ。安価な暖房器具で繰り返し使えて、使用方法も簡単なのが人気の理由だと思います。これもですね、僕は使ったことがないんですが、特に寝袋の中に入れた時の暖かさがすごくいいそうです。キャンプ用に購入するなら、キャンプでも使いやすい直火が可能なものがおすすめです。今回ですね、いろいろな暖房器具を紹介していってるんですが、もしかすると一番簡単で扱いやすいのはこれかもしれません。寝具系。テントの中でですね、何もせず動かずに眠る時が一番寒さを感じる時間でもあります。快適な寝具を用意して暖かく過ごしたいところです。毛布。寝袋の下に敷いたり、足元に巻いたり、寝る時だけでなくいろいろな使い道がある毛布は予備として持っておくととても便利です。底冷え対策にもなるので、一つは用意しておきましょう。電気毛布。ポータブル電源や電源サイトを利用する必要がありますが、電気毛布は確実に暖かくして眠ることができます。使用ワット数も100ワット以下のものが多いため、ポータブル電源でも長時間の稼働が可能。寝袋に入れられるサイズ感でもあり、価格も安いので、初めての冬キャンプは電気毛布と電源サイトを使うというのもいい選択じゃないかなと思います。寝具としてはですね、今回寝具系で紹介する毛布、電気毛布、寝袋、これさえあれば快適に眠れるんじゃないかなと思います。寝袋、眠る時に欠かせない寝袋。体から出る熱をですね、空気の層として保持してくれるので、ダウンの寝袋を使うのがおすすめです。寝袋といってもピンキリなので、これがいいというのは難しいんですが、なるべく快適使用温度の低いものを選ぶのが良いです。注意点としてですが、暖かく眠ろうとするあまりに厚着して寝袋の中に入るのは NG。 寝袋はですね、体から出る熱を使って温度を保つようになっているので、厚着してしまうとですね、暖かい空気の層が作られずに逆に寒さを感じてしまいます。ですので、なるべく厚着をせずに寝袋の中に入るようにしましょう。火器系、実際に火を使って暖を取るタイプの火器系。取り扱いには注意する必要があるんですが、一番暖かさを上げられるものでもあります。焚き火、冬のキャンプで暖を取る方法といえば焚き火。心が落ち着く効果もあるので、焚き火の前でうとうとしてしまうという人も多いと思います。確実に暖が取れるんですが、薪が切れてしまったり、寝る前に燃やし尽くす必要もあったりするので、焚き火の最後は寒いのが現実じゃないかなと思います。火消し壺を用意しておいてですね、燃え残りはそこに入れて早く火を消してしまうというのも手です。片付けも必要になってくるので手間はかかりますが、冬場に欠かせないのが焚き火です。石油ストーブ、ガスストーブ。自宅から石油ストーブを持って行って使うというのは最近のキャンパーに多いですよね。換気する必要があるんですが、比較的手軽に暖を取れる方法です。石油ストーブであれば灯油の管理も必要になってきますが、ガスストーブであればカセットガスで利用できるので、さらに手軽に使うことができます。ストーブは熱くなるため、火傷や火災に注意して使いましょう。また、一酸化炭素中毒を防止するために一酸化炭素チェッカーの使用も忘れずに。薪ストーブ、ストーブの中で薪を燃やす薪ストーブ。石油ストーブよりも火力が高いので、今回紹介する火器の中でも一番暖かい暖房器具と言えます。テントの中で使う場合は、こちらも一酸化炭素中毒に注意しなければいけません。また、高温になった煙突がテントに触れて火災が発生する危険性もあるため、しっかり煙突からの熱をガードする必要があります。石油ストーブはですね、キャンプブームによってプレミア価格になったりしているものもありますが、薪ストーブは2万円程度からでも購入できるため、比較的安価に始めることができます。ただしですね、薪が必要になってきますので、コスパの面では石油ストーブの方に軍配が上がりそうです。また、ストーブっていうのは最近の家庭ではあまり使われないものだったりするので、小さな子供さんがいる場合は触らないようにするなど注意する必要があります。そして、一酸化炭素中毒を防止するためにストーブはですね、就寝時には使わないようにするのが一番です。ヒーターアタッチメント。ストーブに比べて熱量は格段に落ちますが、シングルバーナーを使用するヒーターアタッチメントもおすすめの暖房器具です。火災防止のため、天井や周囲の燃えやすいものとの距離が十分に確保できるように、使用する際は注意が必要です。基本的に熱が上に上がっていきますが、少々の暖を取ることはできます。こちらもガスを使うため換気が必要なので、使用時には注意しましょう。ガスランタン、オイルランタン。ガスランタンやオイルランタンも熱を発するため、手を温めるくらいの暖房器具としては使うこともできます。用途としてはですね、違う使い方になってしまうので、あくまで補助的なものとして使うのがいいでしょう。電熱系、バッテリーなどを使った発熱ウェアも防寒としては役立ちます。足元を温めるのか、背中周りを温めるのかなど、寒いと感じる箇所により選ぶのがいいでしょう。電熱ジャケット、電熱ベスト、電熱パンツ、電熱ブランケット。個人的には寒さは足元から来るので、電熱パンツがおすすめです。じんわり暖かさを感じる程度のものではあるんですが、あるのとないのとでは大違いです。ただし、注意点としては化学繊維が使われていることが多いので、焚き火などをする際はさらにもう1枚燃えにくい素材のものを着てから行った方が良いです。このように着るものから暖房や防寒を見直してみるのも場合によっては必要です。ということで、今回は冬の暖房器具について役立つアイテムをご紹介しました。どれか一つだけということではなくてですね、いくつかのものを併用して使うのが過ごしやすい冬キャンプへの道となりますので、自分に合うものや必要なものを選んでみてくださいね。安全で楽しい思い出のできる冬キャンプになりますように。それでは。